どうも、デコモコ投資チャンネル、マリです。松です。20代の頃って、投資をしたいなと思いつつも、投資に回すお金がなくて、結局できなかったんですよ。でその大事な期間を棒に振っちゃったんですけど、で今30代になって投資を始めることができたんですけども、まあでもとは言っても投資に回せるお金ってそんなに多くないんですよ。なので、まあ、20代から30代の人でもちゃんとした資産が作れていけるのかっていうのをちょっと聞きたいなと思っています。はい、わかりました。じゃあそしたら今回の動画では、まあ、20代から30代の方がどうやってこう資産をやっていって、まあ、大きな資産を作っていけるのかっていうことに関して、話をしていきたいと思います。はい。でこのチャンネルでは資産運用の話ですとか、また今回 2,30 代ですけども、今後も他の年代の、テーマっていうのを取り上げていきますので、まあ、興味があるよって方ですね、ぜひチャンネル登録をお願いします。お願いします。今回じゃ話していく内容としましては、そもそも20代か30代の方が、まあ、持ってる強みと弱み、そして、この20代30代がやってはいけない投資、やってはいけない投資、はい、そして逆にやった方がいい投資、はい、そして最後に実際に計算をしていって、20代の方はこれぐらい資産が増える、30代の方はこれぐらい資産が作れますよっていう具体的なシミュレーションも出していきたいと思います。はい。で一つ目の、強みと弱みなんですけども、はい、もう20代30代の方がやっぱり持っている一番の強みっていうのが、これが時間になります。はい。まあ、要は長期間運用することによって、時間を味方につけて大きく資産を増やすことができるっていうのが、この2、30代の方たちが持っている、まあ、一番の武器ですね。ただここに対して弱みっていうのが、先ほどまりちゃんが話してくれた通り、どうしてもこう捻出できるお金、まあそういった収入がそこまで大きくないがゆえに、こうお金がちょっとないんですよっていうのがちょっと弱みになったりします。まあなのでこの強みと弱みを理解した上で、今からお話しするのが逆にやってはいけない投資で、これがもう意外かと思いますけども、まずですね、株式投資はやめてください。え、株式投資ですか？はい、私やってますよ。はい、株式投資はまずやめるべきと。お、そして不動産投資もやめた方がいいですね。そしてまあ当たり前ですけども、まあ、金とか、まあ、FX ですとか、あと仮想通貨とか、そういった、類の投資っていうのは、まあ、全部やめてください。え、でも私やってますよ、株式投資。これは実はですね、その株式投資とか不動産投資とかはこれけなしてるわけじゃなくてですね、これね、順番の問題になります。はい。要はですね、しっかりと我々がやるべき最初の投資、これをやった上だったら、今のその株式とか不動産投資ってやってもいいんですけども、その前に最初に始めるのをやめてくださいって話ですね。あ、なるほど。つまりは投資の順番による問題になります。あの、全くやってはダメっていうことではないってことですね。そうですね、禁止してるわけじゃないって話になります。はい。でじゃあ最初に20代から30代の方が何から投資を始めるべきなのか、これが積み立て投資になります。やってます。はい、やってますね。なのでマリちゃんの場合はちゃんと積み立て投資をやった上での株式投資をやってるんで、特に問題はないんですよ。ああ、はいはい。ただやっぱ多くの人っていうのはそっちの株の方がね、始めやすかったりとか、あとは FX の方が儲かりやすかったりっていう、そういった考えから先にこう順番を間違えてしまう方がやっぱり多いので、まず最初に積み立て投資を始めるところから検討してもらうといいと思います。なるほど。はい。うんうんうん。で具体的にこの積み立て投資っていうのはどういうものなのかとか、はい、どういった投資商品を買った方がいいのかっていう話に関しては、まあ、デコボコ投資チャンネルの過去の動画に上がってますので、詳細はですね、そちらの方を、見てください。でこの積み立て投資をやるとどうなるのかっていう話ですね、はい、はい、これも、シミュレーションを用意してきました。お、はい、でまずですね、20代の方は運用する期間がですね、大体まあ働いてる最中にコツコツと積み立て投資をしていって、そしてまあ60歳から65歳ぐらいに定年を迎えますと、まあ、大体ですね、40年間資産運用する期間があるわけなんですね、はい、なので、まあここに対して、まあ、お金がないって話でしたけども、まあ、支出を削って、できればね、月1万円ぐらい、はい、資産運用に回すお金っていうのを作ってほしいです、うん、でこの1万円っていうのを、例えば過去の動画でよく取り上げているのが S&P500 っていう投資商品がありますけども、こちらが大体、平均の利回りが 10% 前後なんですね、なのでこの1万円を使って S&P500 に、まあ、つまり 10% の利回りが出る商品に投資をし続け、それを40年間続けてください、はい、でそうするとどうなるかですね、実際に投資を続けたとすると、40年後に、僕たちはですね、計
480万円投資したことになります、はい、でこれが一体いくらに増えるのかですね、うん、こちらがなんと5600万円になります。 5600万。え、待ってください、元の金額が480万円が元本ですね、はいはい、が5600万。5600万円になるので、まあ大体12、3倍ぐらいすごいに増えるんですよ、はい、この5600万円っていうのは、まあもう人によって大きい低いってあるかもしれませんけども、いわゆるですね、今巷で問題視されている年金2000万円問題ありますね、うん、老後の資金が足りませんって話ですけども、これは、ま、全く問題なく、え、余裕じゃないですか。まあもうそれ以上の資産をつけてしまっているので、うん、老後のその資金に困るってことは、はい、まあおそらくないかなっていうふうには思います。え、しかも1万円ですよね、毎月1万円。毎月1万円をなんとか捻出してそれを40年ちゃんと続ければ、うん、はい、誰でもそれぐらいの資産を作ることができるという話になります。おー、すごい。これが20代の方のモデルになります。はい、まあ、30代の方は、まあ、おそらくですね、まあ、ちょっとはですね、給料上がったりとかしてると思うんですよね、うんうん、なので、月1万円じゃなくて、2万円を積み立て投資するっていう風にシミュレーションを出してます。でこの場合投資する対象はさっきと一緒の S&P500 で、ただ30代なんで、うん、ちょっとね、運用できる期間が短くなっちゃうんですよ。はい、まあ、大体、まあ、30年ぐらい運用できると仮定します。でそうすると30年間2万円をずっと投資し続けることになるんですけども、自分は720万円投資することになります。おー、さっきはちょっと多いですね。多いですね、はい、これはちょっと期待できますね。まあ金額が大きくなったわけなんで、はい、ということでこのじゃあ720万円がいくらになるかっていうと、30年後に、うん、4163万円になります。え、ちょっとさっき1万円積み立てた場合20代の方は5000万超えてましたよね。まあ5600万ですね。はい、4000万。4163万円。へえ、いやすごいですよ。すごいんですけど、うん、年数が変わるだけでこれだけ変わるってことですか。うん、そうですね。これで結構今回の話の肝で、要はですね、若い方の武器がさっき時間って言ったんですけど、うんうん、資産運用ってのはですね、時間がめちゃくちゃ大事になります、うん、要はですね、お金があるないっていうのは実は問題じゃないんですよ、うんうん、そのないところからなんとか捻出して、まあたった1万円でもなんとか時間をつけて味方につけて投資することによって大きな資産っていうのが作ることができます。でまあちょっと今の喋りからすると30代だと遅いじゃないかみたいな感じになっちゃうんで、まあちょっと誤解を解いておくと、一応30代の方でも、まあ、その2万円をコツコツと運用して運用すれば4000万円を越すことはできますので、うん、まあ一旦のその年金2000万円問題とか、はい、老後の資産運用の問題に関してはクリアしていると思います、うん、はい。こういうことを教えてもらうと、まあ、20代でお金がなくても、うん、まあ、少額でもいいからやった方がいいってことですよね。そうですね。問答無用で、まあ、例えば新卒で会社に入った時に1万円でも運用しておくと、うん、まあ、それが積もりに積もって、まあ要はですね、未来の自分にしっかりと資産を残すことができますので、うん、はい、まずは積み立て投資をして、そして資産運用の土台を作るっていうことをお勧めします、うん、まあ、その上でそれでもさらに余裕ができたよって方は、さっきダメって言いましたけども、まあ順番の問題ですから、はい、積み立て投資をし、そして余剰資金を株式投資したり不動産投資したりするっていう形で、よりこう資産を大きく作るっていう形で資産運用を始めていってもらうと、より確実に資産を残すことができますので、うん、まあ、順番には気をつけて、かつ時間を味方につけた資産運用っていうのを心がけてください。まあ、でも今回教えてもらったことで希望は見えました。私のような30代でもまだまだ遅くないんだなっていうことも分かりましたし、まあ、20代だとよりラッキー、うん、少ない金額で結構増やせることができるので、うん、ラッキーだなと思うので、まあ、20代の人は絶対やるべきですよね。そうですね、うんうんうん、まだ資産運用を始めてない方もこのチャンネルを通して一緒に学んでいけたらなと思いますので、チャンネル登録お願いします。お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。